それではチャプター11第11章罠。イグニスの決意をきっかけに険悪だった空気がようやく和らいだ。4人は気持ちを新たに列車に乗り込み、ルナフレーナの故郷テネブラへを目指す。列車の旅もいいな。ああ。帝都に着いたら運転はお前か？二人に聞いてみ。レガリアも積んでもらえてよかった。首相に感謝しないとな。あれも安くしてくれりゃあな。通信機は残念だった。水刃の騒ぎでのことなんだが、うん。帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最初の船だ。目をやられた直後、最後に神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ？人探しだ。気になることがあってな。ああ、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でもだいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば近いうちに。一日夜って。大げさだとも言えねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出てしかりだ。まあな。夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでも誰かはその件を話していたんだ。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、わかった。行ってくる。ああ。いつもの空気な感じになったね。このまんま、テネブラへをまず、下車して、ルナフレーナの故郷に行ってみるわけだけど。おっと、いたノクト。すごくない？この景色。ああ。マジでどうなってんだ。わけわかんねえな。ほんとすごいよね。雪雲かな。なんかちょっと怖くない？こんなの普通想像つく？俺的にはありえないっつうか、本でも見たことない。アーデン、時間が止まってるかのように攻撃。ここで何してんだよ。何突然。落ち着いてよ。びっくりした。どうしたの？うせえ。ちょっと、なんでそれ本気？逃げられた。アーデンを追い詰める。そりゃ切りかかるよな。待った。待て待て。あ、てめえふざけんな。あのさ、ノクト。くそ、あいつおちょくられてる。人は固まっちゃってるし。嘘だろ、顔怖いよノクト。冗談だよね。もうやめようよ。待て待て、そういうのよくない。他の人にも迷惑だしさ。ふざけるのはもうなし。冗談なんかじゃねえよ。もう本当に俺を殺す気なの？当たり前だろ。もう逃げらん。何が目的だ。ずっとうろうろしやがって。てめえのせいで。どういう意味それ。俺のせいだって本気で言ってんの？何が言いたい？
はあ、違うってのか。だって俺に何の得があるんだよ。死ぬか。待ってよ、本当に頼むからちょっと話を。黙れ。停止しちゃった。ユセロ地方、氷人芝の影響で。氷人芝、ほうほうほう。氷人芝の影響で雪原と砂漠が同居する土地。砂漠地帯には帝国軍の基地と武器工場が密集している。すぐに列車を再稼働させてこの危険地帯を突破しよう。ノクト、大丈夫？今、アーデンが。え、アーデンって、じゃあ列車が止まったのってそのせいなのかな。何が起きたか全然わかんないんだ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。後方車両の状況を確認する。アーデンがいなくなってる。アーデンの影響だったのか止まったのは。車両を移動する前に一つ、前回のあの駅でまた再びルシスの地方に戻ったりしてて、現在皆さんのレベルはだいたい70レベルぐらいになってます。もうおかしいね。ファントムソードもね、残り4本とね、数えられる程度の本数しかないから、道中であったら集めていきたいけど。これ後ろまで囲まれてんのか。さあ何の騒ぎだ。おう、何？爆撃？他の人まで巻き込まれるよ、ノクト！隣の車両は何だ？窓兵。前の車両に逃げて。ほら。なんか安全じゃないね。他にも乗り込んでるかも。後ろまで調べよう。オッケー。列車はまだ動かせないのか。機関室の方はグラディオたちに任せよう。よし、後ろに向かうぞ。被害は。おお、びっくりするな。銃撃音が。あ、帝国が。おお、自爆するんだね。列車を守る。中に入れるな。うん、外で片付けよう。ほら、列車防衛線。列車めがけて帝国軍の突撃兵が自爆してくる。オッケー。列車のゲージを保つ。何かでかいのかよ。また出てきたよ。湧いて出てるね。あ、そんなのんきなことを。余裕だね。オッケー。飛んでるな、敵の船。なんだあれ。いた。これキリがないね。あ、こいつが爆発すんのか。ほら、ちょっと奥の方から攻撃されてるあの戦車みたいなのはどうしようもない。また押し上がった。危ない。あ、こいつが爆発する。あ、まだ来てるな。いてててて。ほら、爆発かましてくる突撃兵を積極的に。分かってる。抜刀兵っていうのがちょっと強い。
ほら、後ろから来てる。あ、キリがないな。もうゲージが半分しかない。あ、早く発射して。おら、お、一人近づいてる。バックアタック。戦車破壊してください。 OK。 近く、よし、よし、シフトした。見て、揚陸艇が追っかけてきた。あいつら列車を攻撃するつもりだ。ほら、撃ち落とすしかねえか。揚陸艇撃て。あ、そうだね。あれ、シフトすんのか、あれ。オッケー、シフト、シフト先。そっちどうだ。ダメか。あった、こっち。いるいるいる。やべ、逃げろ。起爆させるか、外部の機銃を活用して4機の揚陸艇を墜落しましょう。あ、列車の、危ない危ない、避難。こいつらを爆発させて避難。一匹攻撃して避難。よし、次あっち。いてててこいつらじゃなくて爆発するやつを攻撃。そう、どこだ。後ろ下がって、よいしょ。ブラッド、ねえ、いつからだったと思う。プロンプトが落下した。あ、チャプターエンド。あ、今回ここまでか。アーデンにおちょくられたけど、これやっぱりチャプターの名の通り罠で、ロクトがやられてプロンプトが落下してしまった。というわけで短めだけど、揚陸艇戦闘、空中戦闘繰り広げて、列車は守ったけど罠にはめられた。で、11章はここまでで、次回に続きます。はい、ご視聴ありがとうございました。